先ほどの続きなんですけど、ちょっと容量がなくなったので、パソコンにデータを移して、再び先ほどの、撮影の続きを行いますので、被害者の会の方たちに関しては、代表者の人たちにも、謝罪を求めないでほしいと。で、まあ、オバマ大統領の方には、二人で仲良く握手をして、笑顔で、握手してほしいということで、広島に来ていただきましたので、お互いしっかりと握手していただいて、で、それどころか、肩をね、抱き寄せて、もう、涙目になりながらの笑顔。だから、オバマさん、まあ、その戦争当事者じゃないじゃないですか。で、昔そこまでしたことを、とか、まあ、黒人として今まで自分たちがアメリカでどういうふうな境遇だったかとか、いろんなことがあったと思うんですよね。だからその辺のところで、しっかりとした対応をしていただけたと。で、なぜそういう映像が必要だったかって言ったら、隣国で戦争したことない国なんかないんですよ。まず。じゃあ、日本とアメリカが世界で一番悲惨な戦争をした中なんです。だけども、そこでも友好関係築けるよっていうところを、これメッセージとして世界に発信していなかった。これから先のエネルギーの残存量問題で、さすがに戦争はないと思いますよ。だけども、助けがなくなっちゃうと思うんですよ。だから一つのそういう風な布石にもなるし、2017年には僕からの提案で、もう僕からの提案で大間さん来てもらったんですけども、安倍さんが知り合いだったからね。で、その黒人初の大統領人権作文を読んだのは私ですから。だから主導権を持ってるのは僕だったんですよ。で、パン・ギムン国連総長が長崎訪問に来ていただいたりだとか。で、そういうような件、大きな件っていうものが、もう何十と今まで関わってきていると思う。100超えてると言ってもいいかもしれない。で、だけども、その、まあ、漫画業界に関しても、ワンピースという漫画もそうだし、他の漫画もかなり僕と変わっています。だけども、どこからも助けはない。純利益あれだけあったとしても。全員今どういう状態に陥ってるかって言ったら、伝える人間いない。エネルギーの残存量問題。自分は関係ないやって思ってしまってる。なんかいつまでたっても車を売らない。本当は電車バス等で通勤できるのに。みんなが車売れば、中古車は溢れ返る。それをメーカーが売ってればいいと。で、工場を止めればいいと。そうすれば大量の電力は消費されない。これは今年の、ゴールデンウィークに愛知県のとある市のデータなんですけども、ゴールデンウィークになったらね、工場は、ほとんどの工場が全てストップしたと。ゴールデンウィークお休みだからと。で、どうなったかって言ったら、自然再生可能エネルギーで、その日、86% の電力は自然再生可能エネルギーで賄えたんですよ。そうですよ。工場で金属溶かしたり、電子炉ですから、今。もともと、それは、原発というものがあって、燃えっぱなしじゃないですか。基本的に夜の、その電力の使用量が少ない時とかに、金属溶かしたりとか。あとはシールド工法というトンネルを掘ったりするマシンですけども、今リニアとか通そうとしてるじゃないですか。ああいう風なものも、まあもう今はそうしてるのかもしれませんけども、夜の余ってる電力を使って、穴掘るとか、もう大量のエネルギーが必要になってきますから。まあそういう風にして切り替えなかったら、空き家になってる家まで夜になったら、電気点灯してるんですよ。それは、ある程度コントロールすることによって、その、電力はね、電圧がかかりすぎてショートしないように、たくさん電力を作って、で、余ってる電力ある行き場がない、ショートするっていうのを防ぐために、火花散らしてね、ああいう風な現象をなくすためのはずなんですけども、ただ、電気ついてる家が多すぎるんですよ。で、それ、ちゃんとコントロールできてるのかなっていうことなんですよね。空き家の電気ついてる家。で、電気つけるっていうことは、電球とか早く、交換時期が来るでしょ？で、それ作らなきゃならないでしょ？それでエネルギーがいるでしょ？採掘現場だってエネルギーがいるんですから。掘ったりするのに。あと、運搬。な、工業関係とかを、すごく無駄をなくせば、話が早い。で、河川水門開式玉発電に関しては、まあ、地下水流トンネル発電もそうなんですけど、ギアがいる。回転扉がいると。それを自動車メーカーとかで作ったらいいんですよ。鉄工所だってそれで金属とかしてするんですから。
仕事あるじゃないですか。それを早くすればいい。で、空き家がそれだけたくさん増えた分、もう今更家なんか作る必要がない。で、建設業界の人たちが設置をしていけばいい。兵庫県だけで100箇所超えますよ。で、あと地下水流トンネル発電のその整形とかもしてもらわなきゃならない。トンネルのところはコンクリートでね。まあ、距離が、その河川水門回収玉発電のところが100メートルなのか、200メートルなのか分かりませんけども、それは場所によって水圧によりますから。で、話もう一度戻しますけどね、皇宮警察の人たちも状況をこれ理解してもらって、上へ話上げてもらって、この動画の閲覧者数が1万人超えるところまで進まなかった。これ無理です。この世の中。重要なことを今凝縮して詰め込んだ、それすらも見てくれない人たちが、他のあの行の数、理解できるわけがないから。で、で、まあ、僕が陥ってたその状況とかはね、どういうふうな状況だったかっていうところを、302番あたりに、精神病院について、まあ、大体そのあたり302だったと思うんですけども、そのあたりあります。その辺のところで僕はどういうふうな目に遭ってたかと、どういうふうなことを証言してるかっていうところを、理解してもらったりだとか、まあ、このあたりがかなり異常なんですけどね。神戸電鉄の岡場から田王寺という一区間の駅の間に、まず、トヨタ自動車が4店舗ある。藤原台にも、あったのを、思い出しました。有野中町というところにも3軒ほどあるんですけども、ね、ちょっと離れた藤原台というところにもあります。もう岡場駅から歩いて、20分ぐらいで行けるでしょうね。で、内科と歯科の、個人開業医みたいなところが、まあ、働いている人は個人開業医のものではないですとは言ってたんですけども、個人開業医みたいなところが10店舗以上あると。10ずつ。で、総合病院がアドベンチスト病院っていうのが有野台というところにあって、済生会病院というものが、藤原台にあると。で、有野中町に江北病院という総合病院があるんです。で、有野中町の江北病院は総合病院としても、まあ、病床が50あるかどうかぐらいのところだから、そんなに大きくはないんですけども、済生会病院とアドベンチスト病院でしょ。で、ちょっと北へ行くと、駅2つ先かな ?3 つ先ぐらいのところにも大きな総合、かなり大きな総合病院があるんですよ。で、済生会病院とアドベンチスト病院は、かなり、まあ、それなりの規模の、病院です。総合病院です。なんでって。なんでそんなにいるのって。あと髪の毛染めたりするところも含めて、まあ、髪の毛切るところ、専門のところを含めて、髪の毛うちは染めるようなもの置いてませんよっていうようなところも含めてなんですけども、髪の毛切るところも10店舗以上あるんですよ。絶対変です、このあたり。変なお金の回し方しなかったら、そんな風にはならない、絶対に。一区間の駅の間ですよ。そんな地域どこにあるんです？東京でもないんじゃないですか。まあ、東京だったら人口密集地帯のところだったらあり得るかもしれませんけど、こんなこと、ないないない、こんな山の中で普通。で、三井系列のところが、キャバクラ開いていたりしたところは、摘発してるんですよね。僕が二十歳過ぎの頃に。テレビに出た人間とのその結婚話、云々の話をされて、東京でする仕事がどうこうということで、飲食店の、再建に、力貸してほしい、仕事回すからみたいなところで、200万ほど金貸さされて、で、そのテレビに出た人間が結局出身地がどこだったかっていうことすら不明確だったでしょ？だからその結婚話を利用してテレビに出た人間は金稼ぎをして、まあ一時期僕の気持ちね、もうそれがね、もう藤原紀香さんぐらいからがそうだったから、上の方で行くと年齢が。僕と8歳年上なんですが、その人も、もともと、親戚でもうちで、まあ親戚のおじさんは、
神戸新聞の最後までいたジャーナリストだったんですけども、そこでね、話したりだとか、もうその家はないんですけども、アナウンサー関係でも僕と年齢が近いところから、まあ、下の方は宇賀夏実とか宇垣美里ぐらいまでになるんだと思うんですけども、20人以上結婚話をしてテレビ出てる人間がいると、宇垣美里に関しては、その辺のところ、まあまあテレビを通しみたいな形になるんでしょうけども、いやまあけども分かんない、いろんな気持ちとかに紛れ込んできたりしてるのと、子供の頃から会いに来てる人間は会いに来てるか、宇賀夏実なんかはそうなんですよ。子供の頃会いに来て、僕のここの自宅にも遊びに来てるんですよ。だけどそれ、覚えてないから、その後の交流、その後の交流がなかったら覚えてられないから、もうまあ、一時期有名だった僕の一つ年上の赤江珠緒さん、小林真也真央、西尾ゆかり、まあ、朝の報道番組に西尾ゆかりとかは当時出ていて、まあ、川野明子とか、竹内恵美さんとかは、報道ステーションの古舘伊知郎さんの頃の市川ひろ子とか、あとその、あと出てきた人間、まあまあ、宇賀夏実もそうですけども、僕と結婚話してる人間で、今やほとんどの人間は消息不明。もういない。だから最初から、これは、あ、高島彩もそう。まあ、富士系列も平井理央とか、本田智子とか、まあ、その辺は、その当時、スポルトかな。スポーツ番組の。だからほとんどの人間は一応各テレビ局の僕と結婚話したら、あ、大江真理子もそう、ワールドビジネスサテライト。みんな看板アナウンサーになったりするんですけども、僕とのその交流っていうのはほぼないんです。で、2002年サンパレス六甲勤務時に20人ぐらい一気に来て集合写真みたいなの撮ってるんですよ。あと他にも NHK だったら、この間再び写真で見かけたな、あれ誰だったかな、もう名前忘れましたけども、もともとスポーツ関係メインでテレビに出ていた、ちょっともう名前忘れましたけども、そのものもなんかここの住宅206号室で入りしてたみたいで、もうそこは追い出してるんですけども、朝っぱらからもう大きな声で僕を起こしたりとか、まあ、斉藤真美っていう関西のアナウンサーもそう、だから関西のアナウンサーで言ったら他にも虎谷厚子とか、まあ、いっぱいいました。もう多すぎる、多すぎる、もうこっちがもう誰が誰が何がなんや、わけわかんなくなるから。で、押し切りもえ、海老原ゆり、加藤夏希もそう。全員その後消息不明。会社の連絡先もわからない。で、電話かけたところで相手にしない。で、自分の親戚、真鍋香織、親戚なんですよ。僕の父親が四国出身で、おじいさんが、淡い、竹岡な、まあ、そういう名前で、僕が生まれた頃から、まあ、亡くなってたんですけども、その海に出る方の漁師の方で、魚取りの方の、まあまあ、あの海で亡くなったらしいんですけども、その淡い竹岡な、その家系から真鍋家の方につながってるんですね。で、はとこなんですよ。だけど事務所行っても会わせてもらえない。あ、もう交通費と宿泊代で、30歳ぐらいの頃から、まあ、安藤美希、もうスポーツ業界までもう話広げて、もうキリないぐらい広がってる。安藤美希も僕との結婚話してる。フィギュアスケートの。で、結局それはスポーツの勝ち負けだったみたいで、まあ、安藤翔健の娘さんらしい、としか思えない。だそこも、証券会社は昔から、僕は若い頃から、それよりももしかしたら前からかもしれない。ずっと企業合併を繰り返してるんですよ、証券会社も。バブル崩壊の頃が、発端だったのかどうかわからないですけど、アメリカの方の議会では1920年に、だからもう大昔ですよ。第二次世界大戦より前の頃に、証券会社と銀行に嘘があるっていうことで偽証罪認められてるんですから。だから株
持ち株、資産に対しての持ち株の比率とかで、銀行が持てる分とか、そういったことを決めたりしてるんですが、結局、フィナンシャルグループ化されたりしてるから、何が何をしてるのかもうはっきりよく分かんない状況で、一番の銀行がお金を持ってる原因は死亡届の方ですよ。それで年金があの口座にどん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 振り込まれていて、これは政府で回収できるんですよ。分かった時点でそのお金返してくださいよって。だから銀行のこの死亡届が届くほど銀行のあの資産っていうのは目減りするんです。だから持てる株の保有の量も少なくなるんです、銀行はね。それが銀行法であったり、オバマさんが、作った、ボルカール、スティーガル法っていうものが、まあ、銀行法に当たるようなものだったんですけども、それが、一時期撤廃されて、また、リーマンショックとか発生して、オバマ大統領の頃にボルカールールっていうのが作られてるんですよ。だからお金を動かすだけで実務的な労働がなくて金稼ぎをしていた人間がたくさんいたと。で、稼いだら稼いだら一気に使い込んでいたと。これが金持ちの正体なんですよ。だからもうそこはフィナンシャルグループで、銀行はもともと何が母体になっていたかって言ったら、商社なんですよ。だから三井系列で言ったら三井物産、住友物産でしたっけ、商会でしたっけ、ちょっとその辺忘れましたけども、いろんなあの伊藤忠商事さんとか、いろんな商社とか、がもともと母体なんですよ。だから採掘とかをしに行って、資源のだそこはたくさん稼いでいたと。で、まあ先進文明が発達するにあたって、稼げる。まあ、その辺のところはね、ホームページは IKですけどね、20番台のところに経済関係のことは詳しく記載しています。あれ見た方が早いです。あれって言っちゃった。スーパー号のところ見た方が早いです。まあ、目次見てもらったらね、わかると思うんですけども、上の方の何、その目次って出てきています。話戻すんですけども、テレビ見ていて、今日羽鳥慎一のモーニングショーでね、翌日でその皇族が会うということですとか、そういうことをまだ言ってるんですよ。誰と会うんですかって。そこなんです。短い言葉でどうとでもできるから。だって以前フランスのマクロン大統領は僕と同い年で、もしかしたらもうこれはもうそこまで僕も覚えてられないからあれなんですけども、はっきりしたことは言えないんですけども、あれとははっきりしたことは言えないんですけども、そのね、1998年のその人権作文を読んだ時に集まってきてくれた一人の人かもしれない。もしかしたら港が商店街で外国人の方で何名か僕に声かけてきた人がいるんですけども、後で分かりました、政府高官の人です。日本では国会議員の人たちはもちろん国家公務員とかですよ。天皇陛下もそうですから、公務員ですよ立場。だからそれは国家がつくかどうか、もう両方たちも、いや、もうそれくらいは僕の略は許してほしい、公務員という形で。で、マクロン大統領は僕と同い年で、僕のことをある程度ちゃんと分かってる人で、佳子さまとのね、その何か会談、食事会みたいなのをされていて、いや、佳子さまは僕に会わなきゃならないんですよって。で、その当時マクロン大統領といろいろ話したいことがあって、僕とマクロン大統領が会わなきゃならなかったんじゃないですかっていうところもあるんですよね、いろんなことを確認する分も含めて。で、佳子さまとマクロン大統領が食事しながら階段、それ税金でしょって。だって佳子様だって国家公務員か公務員でしょ。だ、一時期これね、習近平国家主席が日本に来日していただいた時に、まあこれロシアのプーチン大統領も
習近平国家主席も僕の方から頼んだ方なんですよ、3期目お願いしますっていうこと。そうじゃなかったテレビの放送むちゃくちゃだし、僕もやっぱり感覚としてあんまり見すぎていて、その精神病院とか連れて行かれたらやっぱり恐怖心とかで怖いから、何を言ってよくて何が引っかかってるのかこれ分かんないから、頭の中までテレビの放送通りに洗脳されていた、下の字幕の方でね。本当は日本とかロシアもアメリカも友好関係を築いていたのに、上の方僕含めてね、僕からの提案内容とかも含めて、え、なんでっていう話になるんですよ。だから僕からしたら報道関係者とか嘘のニュースでそんなに稼ぎたかったんですかっていう話なんですよ。話がおかしいでしょ。なぜ嘘を言ってる人たちが稼げるんですかっていう話になる。で、テレビ出演者の人に関しては、大卒そこそこの人間で、テレビ局に入社しました、テレビの出演しました、基本給が大体7万円から10万円上乗せなんですよ。数年前までは、円高の頃ね、ある程度の、商社が一番、基本給、大卒基本給が高くて21万ぐらい。22万まで到達した。すごい方。そこへテレビ局のアナウンサーは7万円から8万円、10万円。7万円から10万円上乗せ。だ多い人だったら30万とか31万。基本給は。それすごい年収500万突破しますよねって。ボーナスが出てきてるんだから。で、受給手当とか扶養手当あるんでしょ？おっとっと。で、有給休暇とかもあるし、だから人材派遣会社なんかに、たら有給休暇は僕の経験上はなかったんですよ、ほぼほぼ。まずない大阪ヒルトンぐらいだったと思いますよ、有給休暇つけてくれたの。と、あとはサンパレスロッコもそうかな。だからフルツーラパークはなかった。もうそこは3年以上働いていた。なんかないないない、有給休暇なんか。そういうところは残業手当ですよ、それつけてくれなかったから、完全に脱法行為。あれだけの実績あったら、あ、そう、土日祝日との割増審議もなかった。いや、祝日法がある。定められてる。だから他の法律でややこしいことなんか書き始めたら話ややこしくなる。行政が決めてるんだから、土日祝日がね、学校とか、区役所休みなんだから、土日祝日が休みでいいの。休日として扱わなきゃ。割増審議の話。だからその当時、阪神淡路大震災があったからそういう風になったのか、昭和63年に人材派遣業法が出来上がったからそうなったのか、僕もよくわかんないんですよ、本当に。だって、その当時の担当者と、神戸市フルーツラパークの、その、話し合ってる人たちが、お互いどうなってるのかよくわからないみたいな会話になってたんですよ。だからそれは、平成、10年ぐらいの頃ですよ。だからそれだったら直接声を出みたいな話とかにもなってましたし、だからそれは僕もかいつまんで聞こえていたからよくわかんないんですけども、その当時金井健一っていう人が、株式会社神戸ワインの社長で、で、まあ、この人がここの会社で最後まで残る人とか、何かそういうふうなこととかも言ってくれてたんですけども。阪神淡路大震災の直後だったから、人材派遣会社からね、例えばレストランカトレアに出勤した時にびっくりしたのが、その社長の金井健一さんが一人で走り回ってたんですよ。いや、だから、ないものはないでしょ、お金。だから僕も全力で、仕事してっていう形でしたね。いや、だからもうこれ、一般的な自営業の人たちなんて、売り上げが最後の方なくなってきたら、最低賃金から下回るような内容でも、もうどこも仕事はないしっていうことで、働いたりされてる人は働いたりしてるじゃないですか。そこを長時間労働とかでどうにかしてとか。
1日の売り上げ、1ヶ月の売り上げ、手元に残るのがとか、だから消費税に関しても、あれが1000万円以上だったか、1000万未満だったか忘れましたけども、それ個人事業者の人たちで、それあくまでも売り上げの金額の話であって、仕入れ値とか、まあ、店舗構えているんだったら、そこのローンがあるでしょうし、もしテナントとして、その家賃で払ってるんだったとしたら、まあ、賃貸料払わなきゃならない。だから、1000万以上か1000万未満の売り上げの人は、消費税手元に残るんですよ。納税しなくていいんです。法律でそうなってるんです。だそれなかったら、人生どうにもこうにもならないっていう人たちもいらっしゃるのも事実。だから商業原理の話といろんなことが混ざって、みんな判断能力なくなるんですよ、若いうちなんか。だからこれっていうものを法律の中でも持ってなかったら、答え定まらなくなるんですよ。だから、それで長時間労働させていたのかな、なんか、よくわかんない。秀和株式会社の件もね、その時、まあ、阪神・淡路大震災、あれ2000年から2001年にかけてだから、阪神・淡路大震災が発生して5年後ぐらいでしょ。その頃、万博なんか開いてましたから、淡路花博。僕も畑に生かされたんですよ。誘導されたような形で結局。もう半年間だけの仕事なんかしてても意味はないんだね、本当に。もうここから通勤させられていましたから、もう通勤時間が往復でも尋常じゃない。それまで僕は言われてたんですよ、フルスラバークとかで、売出来高の話の場合は秀和株式会社の件なんですけど、経験しておかなかったら実感が持てないとか、なんかいろんなこと言われたりだとか、その淡路花博の件とか、フルツラパークあるのに淡路花博って花の出店なんか開いて、一体何考えてるんですの話ですよ。鳴門海峡と淡路島の高速道路と、明石海峡で1兆1300億円か400億円使われてるんですよ、税金。建築業界の仕事、それで票が欲しかったのかなったのか。もうこれは万博の実態で、まあ岸田さんとかに、まあお伝えしてるのが、まあ YouTube で言った内容かテレビに向かって言った内容なのかわからないですけども、万博に関してかかった費用、もういろんなところで、もう河川の撮影とかしに行った時に発見したんですよ、加古川の方とかでも。高速道路つなげようとしていたりとか、一般的な記事とかでも、神戸市の湾岸線を、延長させて妙大にまでつなげるとか。ものすごい高いですよ、あんなの。もっとひどかったのは、もうそれはさすがに、それはもう新聞の記事にならなかったんですけども、円安になったでしょ。で、神戸の空港を国際化するとか言って、で、それしたらどうなるかって言ったら、海外からのお客さんが来るっていう理由で、本当は万博につなげる話だったのかもしれませんけども、地下鉄をね、ポートライナーは今ありますけども、それプラス地下鉄を新しく敷くとか言い始めて、2000億かけるとか言い始めて、2000億のお金を作るのに、みんな純利益どれだけ上げなきゃならないか、あなたたち考えたことあるんですかって。超以上ですよって。1兆円以上ですよって。軽く。そうじゃなかったら、純利益2000億円なんか出てきませんよって。商業原理ちゃんと頭の中入った人が、議員になってますって。経営者になってますって。公務員になってますって。だから無理よって。だから安倍政権の時に、ちゃんと働いた勤務実績から面積で課長以上になりたいんだったら公務員の上級試験受けなさいの話だったんですよ。それでインターネット上もそうなりましたよ。だけどそれをまだ元に戻ってるんですよ。一般企業でまず働いてからなんですよ。民間企業で。民間企業がいかに厳しいものかっていうのが分かってから公務員試験受けてください。じゃなかったらいきなり公務員になった人間分からないから。地方交付税の方の話とか、中央の方からお金を吸って、で、円安になるだけとか、それはそれで事実なんですよ。ただ、そこまで円安になった時に、通貨危機になっても知りませんよっていう話もあるんですよ。そこの国の通貨なんかもう信用できないよっていう話になったら、極端な暴落になった時に、結局日本なんか大量の、ね、石油とかガス買い込んでるんですから。一応来年の4月になったら、テレビの放送では今のところ予定として放送してもらったんですけど、これ僕は言い始めて。なぜ原油とかに補助金がつくんですかって何兆円もって。
そうじゃなくて、あの多くの人に低所得者とかの人たちにあの10万円給付して、あとはみんなで節約、たくさんガソリンとか使ったり、例えば家でね、僕も今でも冬場でもシャワーで済ませるんですけども、それでガス代とかいろんなものを節約した方が結局勝ちだっていう形にしなかったら、あの火力発電所に関してもギア比で何とかしてる方ですから、力のケースを、何倍にも何十倍にも上げて、だから電気ストーブとガスはちょっと違うんですよ。ガス火力発電所があったとしても、使用した電力だとしてもね。だから冬場の冷たい水を160リットルなり湯張るじゃないですか。それを沸かすのにどれぐらいのガスが使用されているか、ちょっと自分で鍋沸かしは分かるでしょう。なんかそれガス代に反映されてますし、それ今補助金がついてるか分かんなくなってるだけで、もう一回補助金撤廃して、給付金ちゃんと給付して、で、それで、ちゃんとみんなが節約する社会を作らないとっていうのが、そのスタート段階が安倍政権の頃の一律の10万円の給付だったんですけども、ただ一律っていうのも変なの変なんですよ。お金持ってる人も持ってるから、それをホテルマンとして勤務していたから分かるんですよ。例えばヘネシーのリシャール、メーカーの小売希望価格はだいたい、まあ30万ぐらい、31万だったかな。29万9千だったか、もうちょっと数字よく分からなくなってるんですけども、他の値段があるから。バーで働いていたのは一時だけでしたから、ホテルオークラ神戸です。で、メーカーの小売希望価格あるから、どこのホテルでも同じ値段だと思いますよ。で、そういうのを頼む人もいたから、お金持ってる人はお金持ってるんですよ。だから他にも10万円以上するようなウイスキーとかブランデーとか、何人かで来てね、何本か開けたっていう話とかも聞いたことがあるし、それはまずありえないんですよ。まずありえないんです、ホテルオークラ神戸でも。一応ホテルオークラ神戸はもともと日本で一番最高級ホテルは帝国ホテルなんですけども、そこからの出資とかで始まってるのがオークラなんですよ、ホテルオークラ。まあまあ母体は帝国ホテルと言ってもいいんですけども、まあ仕事の仕方から何から何まで、まあ帝国ホテル経由だったと思いますよ、当時、昔の頃ね。その東京オリンピックが第1回目開かれて、帝国ホテルで宿泊していただいてましたから、海外からのお客様。だ海外のお客様用に、お出しする、コース料理がどうなのかとか、言語だとか、受け答え、そういったことまで全て、ホテルの方で、研修があり、対応しましたから、いろんなノウハウがあると。まあ、中には失敗した例とかあると思いますよ。テレビで放送してないだけで。まあ、一部放送したかもしれませんけども。ただ、今後この辺は気をつけておこうとか、そこに繋がっていくから。だから失敗した例もテレビで放送するべきなんですよ。で、今はこうなりましたの話もありますし。で、ただ今も海外からのお客様を誘致するような段階じゃないんですよ。それだけエネルギーが消費されるから。できるだけ自分の国で観光しておいてね、あとはテレビ見て、他の国とか、どうなってるのかとか、まあ知りたかったら知ってくださいと。もうこういうことになるんですよ。なんか万博いらない。万博という国際的な条約もいらないっていう話になるんです。で、テレビでウクライナとロシアの戦争とかわけわかんないことしますけども、ロシアが軍事費縮小してたんですよ。国連で軍備の縮小っていうものは定められていて、それ法律違反になっちゃうじゃないですか。けども西側諸国は軍事費が上がってるんですけど、ただこれ河川水門開式玉発電とか地下水流トンネル発電用の予算だったとするのであれば、それは軍備費ではないんですよね。国防には位置づけられるんですけども。だってエネルギーが輸入されなくなったら、それでね、代替するしかないし、電気自動車化の話にしなきゃならないし、けどもっと進んだところでみんな節約しなきゃならないから、昼間電車なんかガラガラなんだから、みんな電車バス徒歩よって、昼間に移動できる人は移動してくださいよって、仕事でも車両車なんかなしって、もう日本中電車バス徒歩でどこでも行けるんだから。後から考えたら分かりますよ。任意保険代とオイル交換とタイヤ交換と車の値段、これらを考えたら、あと他にも何かいるかもしれない。スタッドレスの交換、場所によっては。もうそれは3カンボぐらいしか必要ないと思いますけども、それらでかかった費用とかを考えると、結局、資産に合わせて法人税の金額が決まってるだけであって、みんなで自分たちの会社の余計な経費を使ってたっていうことなんですよ。会社で車なんか買ってしまうと。
で、あとエネルギーの残存量問題にも対応できなくなる。余分にエネルギー、先食いしていた若い人たちのエネルギーを。だから石油とかガスとかのことですよ、石炭とか。こんな社会どうしようもないっていうことになるでしょ。まあ、それを意識改革としてしなきゃならなかった。世界中で。日本人だけじゃなくてね。これで多くの節約っていうのが達成できる。で、車があんまり必要なかったっていうことでみんなが気づく。まあ、新幹線の乗車率に関しても、年末の12月28日から年明け1月4日まで、高い乗車率になるみたいなことを言ってたんですけども、94% でした。だからあんまり移動するべきではないっていうことを、よく分かったんじゃないですか、多くの人たちが。そこはまだ改善が見込まれる。あとはもう人口、今2003年に個人情報関係が出来上がって、生まれてきてくる人たちの数がこうなってきてるから、あんまりその移動する人とか、そういう理由とかも少なくなってる。独身の人たちも増えてる。で、最後に、これ皮肉で言うんじゃなくて、大体みんな自分で自分のこと言うんですよ。で、僕はナルイト様と親しくお話しさせていただきましたし、まあ僕のことを、心配してくださったりとかしてますから、ご質問人たちのことはあまり、悪くは言いたくはないんですけども、まあどうしても聞こえみたいな、そう聞こえちゃうんでしょうけども、これ指摘しなかったら、なかなか自分も気がつかなかったりするんですけども、その、まあ、ナルイト様からの伝言でね、警察官の人たちが、ちゃんと会って話をすることっていうことを、ナルイト様からの伝言でね、言いに来た。あとは他は、あんまり気にしないこととか、まあそういう伝言とかもあるんですけども、あんまり言い始めたらこれ気になくなるんですけども、だからそれ、会って話することって、それ、陛下のことなんじゃないですかっていうことなんですよ。だから皇居行った時に、もう死の子の言わずに、もうすぐに、僕が28日に行くって言ってるんだから、会ってくれたらいいじゃないですか。で、皇宮警察のその吉本さんを責めるわけじゃないんですけども、そのうちのね、4名か、最初にいた2名か、誰が言ったかも覚えてないんですけども、テント張ってると、もうすぐ、その、新年のね、まあ、天皇家の人たちが、ガラス張りの、まあ、高さ的に、どういったらいいんですか ?2 階なのか3階なのか、ちょっと僕ももう記憶はっきり覚えてないんですけども、ああいうふうに手を振って、挨拶されたりとか、そういうふうな行事があるから、今忙しいっていうことを言うんですけども、手振るだけでしょ。全然忙しくないですよ、そんなこと。誰でもできるから。重要なのはどちらかっていうことが頭の中でみんな整理できてないんですよ。早くこの人が言ってる内容を進めなかったらもうどうしようもないっていうこと。あと結婚問題に関してもこんなにえげつないことになってた。それは皇室の人たちもイエスかノーかぐらいの返答せなあかん。佳子様。で、それは今から言うことは本当なんですけど、気のある素振りっていうのはしてくれてるんですよ。で、2007年から8年、僕はフルーツラパークで、まあ、勤務先がいろいろ変わってるから、もう一度働きに行ったっていう言い方で言いますけども、そこで、佳子様来られて僕に声かけしてくれてるんですけど、まあその当時はまだ学生ですよね。紀子様が、そのね、僕はね、高校生とかと一緒に、歩いたこともないと。別に、それは別に制服の魅力だとか、まあ一部はそういう部分、男性からしたらあるかもしれないけども、そういうことを言ってるんじゃなくて、その女性とのデート自体がね、ほぼないっていうことを僕は言ってるんであって、で、テレビに出た出演者の人間と、フルーツフラワーパーク内でいろいろ歩き回っていろんな話を何人かはしたのはした。だけど、それはデートっていうのとはちょっと違うと思う。だって名前と住所と電話もわかんないんだから、そのワンセットが。名前はわかったと。で、一部本当のことも聞いたかもしれない。だけどメモしなかったらこっちも忘れるから、だから、そちらの方から自分で書いてね、渡してくれた方がこちら助かっていた。それこそ直筆本人のものである証拠になると。それは別に裁判するとかそうじゃなくて、信じない人たちがいるから。一回目の、その、有馬高原病院に入院させられた件がそうなんですけども、それが2010年ぐらい。9年かな ?10 年かなそれぐらいの頃。僕の姉とかは連れて行ってるんですけども、僕の親とかが、そのね、
皇族の人たちにお会いしたことがある、勤務地が変わっても会いに来たりしてくれている、その淡い系ですけど、昔会ったことのある人が知事になったりだとか大臣になったり総理になったりしていると。鳩山由紀夫さん、邦夫さん、麻生太郎さん、菅さん、まあ、もしかしたら野田さんもそうだったかもしれない、安倍晋三さんもそうですし、もうたくさん、もうものすごく、もうこれプラス大臣の人の名前言い始めたら、もうきりなくなりますから、もう50人以上いらっしゃいます、大臣以上の人で。で、だからもう、僕ももう20歳ぐらいの頃からもう選挙誘われていたりとかしましたから、兵庫県知事の井戸さんの家系の方で、女性のその当時、神戸市議会の議員だった、その後神戸市議会の議員になったか、県議会、兵庫県の県議会の議員になったかの、その女性の井戸さんっていう人に、淡江さんも26歳になったら選挙ですよねとか、こういろいろ誘われたりしたんですけども、他にも誘ってこられる方とかいらっしゃいましたし、20歳ぐらいの頃、神戸国際会館っていうところが、まあ、神戸市の中央区、まあ、中心地のところ、市役所のあるすぐ近くのところにあるんですけども、神戸国際会館。そこで議員さんたちの、まあ、集会というか集まりがあったんですけども、まあ、出したのは確かウーロン茶ぐらいだったと思いますよ。その当時から僕言ってましたんで。で、まあ、そこでも、いろんな人たちから声かけられて、僕はウェイターとして行ってるんですよ。人材派遣会社からホテルマンとして。披露宴会場、披露宴、皆さん、宴会場って言ったらいい、もう以上、ウーロン茶も出してるから、まあまあ、あの辺のところのことは、バンケット、宴会部の方が担当してるんですよ。披露宴とか、宴会だとか、そういう、まあ、これは、ウォーターピッチャーとか置いて、その、給水ボトルね。あと、空のグラスとか、もうそういうのも、その宴会部の方とかで担当していて、もう、そういうの水なしとかの会議だったとしても、その宴会部の方で、テーブル並べたりとか、まあ、要するにその宴会場の部屋をね、まあ、設営したりだとか、進行試合、進行具合を進めたりだとか、そういうのが、担当なのであって、司会者とかいますけども、それは披露宴のキャプテンとかは、あ、まあ、キャプテンって言うんですけども、披露宴を仕切ってるものは、その人たちがコントロールするのであって、話をね、お互いで確認して、今こうなってる、ああなってるって。で、そこでもう、その議員さんの人たちとかに、選挙どうするのとか、ま、いろいろ聞かれました、その、もうけど、名前覚えれないですよ、あんな数、本当に。だって芸能人だけそれだけいるんですもん。だからもう合算したらもう1000人超えるし、実質的に自分が働いたところで、普通の一般人として働いてる人たちも含めて、多分1000人超えてますから。だから大阪ヒルトンとかポートピアホテルとか、神戸ホテルオークラ、神戸フルツラーパーク、シューバー株式会社、シャープエンジニアリング。まあ、他にも警備員の仕事とか、履歴書に書いてないんですけど、いっぱいいろいろ仕事してたんですよ。他にも。その他にも。だからもう、なかなか全員覚えることはまず不可能。まずない、そんな例。両方。自分が働いたところと、その実際会いに来た。まあ、一緒に働いてるケースも多いんですけども、例えば、今大臣の大内優子さんも、まあまあ、もともと、男性の小渕圭一さんでしたっけ、総理の、まあ、お孫さんに当たるんですかね、娘さんでしたっけ、ちょっとその辺も波形覚えてないんですけど、小渕優子さんもレストランカトレアに働きに来たりしましたから、で、僕は若い頃に、で、その話をして、もう一度大臣復帰で、何かこう、責任問題みたいな形で大臣になってるみたいですね。この間、イオンモールで、宝塚はもう終わってもらわなきゃならないっていうのは、まあ、宝塚歌劇団とかのことだと思うんですけども、田舎に帰ってもらわなきゃならないとか、電話でボソボソ言ってた人がいたんですけども、いやね、もうその人もうつむきながらこう言ってただけで、
顔はっきり見えてないんですけども、それこの間まで総務大臣だった眼鏡をかけた男性の人じゃないかなと。で一応もうその人ともテレビに出てる映像で未来からの声の時間軸で受け答えしてるんですけども、これは総理とかの方がはっきりした内容を聞き取りやすいようになってるみたいです。それは個人の能力や場数でそうなってるだけじゃなくて、多分コンピューターがかなり精度の高い音声を届けてるんだと思います。で、僕は名乗るようにします。淡井圭介ですって。そうじゃなかったら相手が誰の声かわからない時あるから、ありますから。で、その人も、マイナンバーカードのことかな、何のことかな、僕は、まあ、あれこれ言った時に、なあ、わかったやろって、もう世の中もうこんなもんやねんって他の人たちに向かって言ってくれてるんですよ。他の人たちが僕の音声聞こえているかどうかわかんないですけども、こんなにたくさんいろんなすること増えたら、もう無理ですって社会全体が見えてる人がいないんだから。今、社会全体のことを見えてる人間じゃなかったら、今何をするべきかにつながらないから、これ無理なんですって世の中。だから、天皇家の人たちだったら、さすがに岸田総理の連絡先は知ってますから、天皇陛下に自分で任命するんですから、法律でそうなってるんですから、天皇陛下の任命で総理が決まるんですから。だから岸田さんに合わせる方法だってあるでしょうし、あったでしょうし、僕をね、だから今日の朝の羽鳥慎一のモーニングショーでも、だから皇族は、だから会いますって言い始めて、だから僕の方はね、誰のことかわからないって言ったら、その後皇族っていう音声が聞こえてきてるんですけども、それだから人間が言ってきてますかっていうことなんですよ。皇族の誰それですけども、何年何月のって、いついつ淡井さんに会いに行きますとか、それ言ってますって。それコンピューターの音でみんな聞こえてきていませんって。絶対そうだと思うんですよ。っていうのは、長い間僕、羽鳥慎一のモーニングショー見てなかったんですよ。で、その番組を、皇族の人たち、忙しいんでしょ？で、事実ある程度そうだと思いますよ。今までの公務とかあるから、それをある程度引き継いでいってたりしたから、だから僕は事前に、この公務をなくしましょう、あの公務をなくしましょうって、例えばスポーツ観戦関係。あまり意味ないから。してることに。だと思いません？皆さん、その天皇家の人たちも含めて無理でしょう。他にももっと重要なことがあるって本当はご自分たちの方で自覚されてるはずじゃないですか。だって成人様だってインドネシアかフィリピンかどちらか忘れましたけども、まあ、皇太子殿下の頃の映像だとは思いますよ。地下鉄のねトンネルとかの工事だと思うんですけども、その列車の方って言ってくれてましたから、僕が考えた内容が伝わるんです、スーパーコンピューター通して。でその建設現場とかに現場入ってますから、なる人様は。その辺のところはお互い意見がしっかりと意思疎通とか噛み合うって言ったらいいんですかね、歯車で例えると、歯車が噛み合わなかったら空回りするじゃないですか。まあ、そういう言い回しなんだと思いますけど、結婚問題に関しても佳子さまが会ってくれなかったら、そこはもう何もかもが不透明になって、ただただえげつない話、もうこっち46で同で、で強制わいせつはされた、それ両顎を殴られて、それ事件番号ちゃんとあるんですけども、まあそれはどこかの県で言ってると思うんですけども、まあそれが2008年ぐらいの頃で、自宅の近くでね、男4人組に絡まれて、で警察署で話しようって言って、相手は同意して、警察署、有馬警察署のすぐ近くなんですよ。目と鼻の先、オートバックスが、50メートルぐらいですかね、直線距離で言ったら、50メートルもないかも、50メートルないですね。すぐ目、道路挟んだ先がオートバックスの倉庫だから、とか建物だから。その辺で、絡んで来られて、で、相手は有馬警察署で話するって言ったから、警察官が間入ってくれたら、まあ物事落ち着くだろうと思って、4人で歩き始めたところで、僕前から2番目歩かされたんですよ。で、1番目と3番目に歩いていた体を鍛えている男
2名に同時に殴りかかられて両腕を割られてるんですよ。で神戸大学附属病院に搬送されて救急車が来るまで、まあ、1時間ぐらいかかってるんですけど、人が通行に犬を散歩をしていて、ご老人の方が通行人として通って、そこで、119番してくれて、それで、まあ、だから殴られてから大体1時間後ぐらいに、まあ、救急車が到着して、まあ、搬送されたのは神戸大学附属病院で、オペが終わった後集中治療室で、大瀬まりなというものに強制わいせつされています。そこに駆けつけたのが小林真央と本田智子というアナウンサー。小林真央に関してはだいぶニュースになったから、まあ、警察官の方でも、あ、聞いたことあるぐらいはあると思うんですけども、亡くなったことになってるでしょ。もうそれだったら、本人がそこで、もう慌ててるんですよ。もう涙流しながら。未来からの声多分聞こえてるから、小林真央がね、この人がこの後ここで強制わいせつされるって。僕が生まれて初めて触られたのが、そういうことです。下の方ね。でそのものがどうやら、まあ韓国系というか朝鮮半島系のものだったみたいで、そこから、僕が調査していくにつれてね、その本当の真実にたどり着くにつれて、今度韓国で再燃したのが慰安婦問題のニュースですよ。だから昔のニュースを放送してるだけだったのかもしれない。で最終的に、それがパク・クネ大統領の責任だったのか、何の件の責任だったのか、僕もよくわかんないんですよ。徴用工問題だったのか、何だったのか。徴用工問題に関しては支払い命令が出ていて、それ支払わなきゃならないと思います。で、けど、それって昔もあったような気がするんですよ。なんかニュースの内容もコロ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 変わってませんでしたっけ？なんか変でしょ？で最終的にパク・クネ大統領が手錠をかけられている映像が流れてきて、で現場にいた警察官の人がね、喋ってる音声で聞こえるのは日本語だったと思うんですけども、翻訳機能、それとも日本語は喋れる方、可能性は両方ともあるんですよ。本当に手錠かけてるからっていうことをおっしゃってたんですけども、その辺の詳細がよくわからない。そんなことよりも、実行犯である大瀬まりなを裁判所に出せよっていうことなんですよ。で僕はちゃんと裁判所、原告として行くからとか、被害人として行くからって。だからその後も、だから早く結婚しなければのところで、各テレビ局を回ったりとか、だから真鍋かおりが結婚してるのは本当だと思いますし、だから先に結婚したんだったらこっちの話ちょっと手伝ってよとか、だから今まで結婚話しに来た人間でまだ独身でね、淡井圭介と結婚した人間いるのいないのの話もあるし、佳子さまも紀子さまに言われてデートしてあげたらとか言ってる映像あるんですよ。でそれで2007年から8年フルーツラバーク僕が勤務してる時に会いに来てると思うんですけども、その当時も昔のこと僕覚えてなかったんですよ。だから時間軸はどこ、僕がその映像をいつ見たかと、もう向こうも向こうで時間軸を超えて声を送ったりとかしてるのかもしれないし、聞こえてきてるのかもしれない。それはコンピューターの自動かもしれないし、本人たちで自分で言ってるのかもしれない。多分何がどうかわからない。僕も聞いてみなかったら。だからいろいろ事実確認として、これどうだったんですか、ああだったんですかっていう話もしたいし、で、実際、佳子さんは僕と結婚する気ありますかの部分のところで、佳子さんの映像でね、僕を待ってるような映像を見ましたし、自分でちゃんと口を動いてます、大きな声で。私もそういう人じゃないと無理だからっていうのを言ってる映像はあるんですけども、ただそれは、僕のことを言ってるのか、真面目な人のことを言ってるのか、法律のことをある程度分かってる人のことを言ってるのか、テレビ局のフェイクニュースマジの世界のことを知ってる人のことを言ってるのか、これ分からない。ある程度のことを総合して考えると、僕との結婚とかいうものも意識してくれてたのかなぐらいはあります。で、その考えで固定されてるのかどうかも分かりません。かたやテレビ局とかインターネット記事では、なんかフェイクニュースとか流れています。佳子さまに、なんか婚約者が3人いただとか、それどうせ、フジテレビの高島彩と本田智子と平井理央の結婚話しに来た連中の話を、それを佳子さまになすりつけようとしてたんじゃないのって。
ね、もういらないマスコミなんか片っ端からもうお金流れ止めたったらいいんですよ。いらないよって、もう君解雇だよって、お金回さないよって。君たちが知りきたことはただただ事実関係のない、事実関係っていうのはその佳子さまとね、その男性3人婚約者がいるとかも、そのわけのわからない記事この間見かけたんですよ。僕の件のことを、それ僕、それ昔フジテレビとか僕が悪いような言い方してたから、他のテレビ局もそう、その、あの特に男性、そんなにたくさんいろんな女性と結婚話したそいつが悪いみたいなことを言い始めて、こっちの状況はカールガールいろんな人間来る、でこの人探してるんですけどもから始まってる。だけどもわからない、いつかのその人と、ではわからないんだったら私とどうですみたいな話をした人もいました。例えばそれ米倉涼子さん、いやもうそんなどこに住んでるかどうかもわからない人なんかって、いや私もわからないしとか言って、それは20歳ぐらいの頃の米倉涼子さん、いやけどその米倉涼子さんも名前と住所電話番号私はどうですみたいな話なんて、もう一応こっちはそっちも言っとかなあかんからって他の従業員の人間とか言うんですよ、そのおばちゃんとかが、その辺の パートタイマーとかですよ、一応僕も 言いましたよ。だから何かが進むかもしれないからとか、本当に若いうちに結婚して家買うんだったらそれせんかったら所得税の控除で家建てるからとかもいろんなこと言われて、一応まあ言いましたけども、その後消息不明になってるから、だから名前と住所電話番号お互いに明かさなかったら無理だからね、定期的な連絡をつけてなかったら絶対こうなるから、で自分が仕事忙しかったら忙しかったで、ちょっともうこんな夜遅くに電話かけてこんといてになるんですよ。で向こうからしたら、いやいやそっちは仕事終わるのそんなに遅いんだから電話かけれるって言ったらもうそれぐらいの時間帯しかないしになるんですよ。で一番最悪だったのが、電話向こうからかけてきたんですけども、喋ってる時に他の人間と電話変わらなかったらいいのに、他の人間電話急に変わるんですよ。例えば宇賀なずみ、急に安藤桃っていう人間が電話出てきて、で一応報道ステーション見てますよ、見てますけども、新人の安藤桃の名前なんか僕頭なんか書いてないんですよ。安藤ですけどもって言ってくるんですよ。で僕からしたら安藤美希かなって思うんですよ。いや、声聞いただけ分かるって。いや、君、安藤桃、安藤美希じゃないやろって。安藤桃と言いますって言うんですよ。で、向こうからしたら、テレビを見てるときに、僕は字幕を見ただけで、その内容が、テレビ出演者とかに聞こえてるんです。で、最悪 YouTube なんかもっとややこしくて、YouTube のコメントを読んだら、それが現場に伝わったりするんですよ。で、けなすような文言たまに書く人いるでしょう。それ読んだとき、僕の音声で伝えられたら、僕はそんなこと思ってないのに、トラブルの元になるでしょ。なんなのこの機能って。字幕つけてるんでしょ、自社で。僕は読もうが読まないが、そんなもん別に伝わらなくていいじゃないって思うんですよ。僕が喋ったときの音声だけ伝えてあげて、別に僕は寝不足にならなかったらいいじゃないって。総理が今の君のままでいいって言ってるんだから。意思疎通をしなかったら絶対どうなってるかの事実確認できないんだから。僕だって忙しいですよ。仕事してるから忙しいんじゃなくて、仕事しなくても忙しいんです。いいですか、僕は10年間朝刊と新聞、全国紙プラス神戸新聞を1年間発行されているものほぼ全てを読み込んだりしました。だからこれだけ知識人になったんです。一般人でここまでよく分かってる人なんかいませんで、自分の実費で世界国勢図鑑とか買ってるし、六法全書も買ってるし、土星六本も買ってるんです。それなかったら本当のことが分からないから。東京のオリンピックに関しては2006年からオリンピックに関する基金の条例が出来上がってるんですよ。基金集めましょうって。2006年に決めてるんです。じゃあもっと水面下でもっと誰かもっと前から話し合いしてたんですよ。可決されてからが2006年ですから。じゃあ何年前の人なんですかって。その人もこの辺いないじゃないですかって。東京オリンピックが始まった時にって。そうでしょ？だって議員さんとかで60代とか70代とかの人がいるんですから。
これ最初から議員もっと若い人を選ばなきゃならなかったんですって。で、多分その人たちがもう認知能力がなくなったりとか老人ホーム行きになったりだとか、もう今更訴えられないだろうっていう状況になってから行っているのがオリンピックだったんですよ。国民の税金9600億円以上使ったのが、もう途中から金額がどんどん大きくなっていったから、僕の方からその当時安倍政権でしたね。で、まあ、森元総理とかも言ってくれましたし、もう小池さんの方でも言ってほしいということで、1兆、2兆、3兆ってお豆腐屋さんじゃないんだからって、兆って何ですかこれはって、日本はお金出すんですよって、すればするほど日本が負債かかるじゃないですか、消費税また上がるんですかって、8から10に上がったでしょ、その次万博で、万博の数字は僕からの、提案でもうさ、ちょっと前に言いましたけども、もうたくさん喋ってるか分からなくなります。何回か見直して、メモしてくださいね、各自で。高速道路とか、どれだけ作ったんですって。もう見たからと。もうすべての、あと民間から投資されるお金とかも、その出展される。民間がお金出されるか、民間の企業は。それ元取れるかどうか分かんないですから。純利益の話になったら。それだったらテレビで CM とか出した方が早い。どうせそんなにたくさんお客さん来ないんだから。2兆何千億円。この間のそこまで行っていいんかで、そういう数字が出てきました。それ多分僕が言ってる高速道路代とか、プラス万博の費用、プラスカジノ代、プラス、民間の出店させられるブースとか、店舗、そういったもの。全部で2兆何千億円。3兆円になる可能性。十分ある。工事やめなかったら高速道路とか。意味ない。もともと湾岸線はあんまり車通ってない。阪神高速。浜沿い、兵庫県の浜沿いのところ。あとは山陽自動車道とか。それ以外の高速道路、いらない。あんまり車走ってない。もう見た。VTR でも確認した。兵庫県の千狩ダムの、いつの間にか高速道路が通ってる。あんまり車走ってない。トラックぐらい。で、有馬温泉の近くの高速道路みたいなものを撮影していて、5分ぐらい経過してやっと車通ったなって。いらない。淡路島の高速道路もいらなかった。徳島県の鳴門ルネッサンスリゾートホテルに通勤した時に分かりました。対向車が現れるのを15分車走って1台現れるぐらいペース。いらない、いらない。もともと使わない。お金かかるから。みんなお金ないから。もともとフェリーで行ってたらよかっただけ。はいはい、その方が。ジャンクションの入り口とか遠い遠い。降り口とか。だから、2000年のアージア花区でウェスティンというホテルが進出しましたけども、そこで働いていた時に言われました。そこに明石海峡はあるけども、君の目から見てどう思うって。ちょっとずっと見といてくれるって、車通らへんからって。15分ぐらい見てたんですよ。夜の22時ぐらいなんですけども。1台も通ってませんでした。いつまで待っても。もう意味がわかんない、本当に。世の中のことよくわかんない人たちが世の中回してたっていうことぐらいはよくわかります。以上です。だこういったことを踏まえて、これも国会議員の人たちとか、いろんな人、日本人全員が知っておかなきゃならないことなんですよ。あと世界中の人が現実を。もうそれに対応しなきゃならないっていうことです。だからもう僕ももうこれ最後にね、残念なニュースなんですけども、河川水門開始式玉発電と地下水流トンネル発電を信じてくれた人たち、蒲田発電を。始める方法わかんない、これじゃ。無理です。どうしたらいいかは僕にはわかんない。もうどこ行っても拒絶されるから、無理です。何も始まらないです。以上です。はっきり言います。責任。こいつの人たちに、ありますあります。国会議員の人たちに、ありますあります。知事、市長、あります。各議員の皆さん、あります。公務員の人たち、全員に、あります。警察署の人たちに、責任、全員、あります。あと、原山整骨院関係者の人間、テレビ局にの責任、あります。僕が言ってることを真面目に勉強して聞いていたら、よかったんです。そして、無駄はもっと省けていた。これ、絶対エネルギー後でもう回んないっていうことになって、阿鼻叫喚の世界、絶対になりますよ。なぜなら、もう僕は20歳ぐらいの頃に、日本テレビ放送も株式会社の方で、日テレさんの方で、16時から21時までのゴールデンタイムに放送してもらったんですよ。コンピューターが出してきた未来。
廃墟が残ってそこにだんだん木とか苔とか、あ、もう最初苔とか生えてきて木が入るって、だがあの夜遊びっていうグループの祝福っていう曲があるんですけども、それはこの間の、水星の魔女っていうガンダムの、もともとガンダムの生みの親の富野さんはそういうエネルギーの残存量問題とかすごく気にされている方だったんです。だそこの曲を見たら分かります、ガンダムにだんだん苔生えていってるんですよ、もうこうなるよって、何にも進んでないからって、今の状況に合わせてこっちも映像を作るんですよ、向こうも。これが事実。もう、トムさんは僕のことをよく知ってますよ。ああいう人だったら僕と会話噛み合います。だけど何にも知らない人、会話噛み合わない。だ精神病院の連れて行った時も、姉とかも、僕はそんなにね、テレビ局のいろんな人たちに名前が通ってるとか、国会議員の人たちとか、さらに世界中の政府上層部の話なんか、頭おかしくなったしか思わないから、だから、それ、まあ、それはそれで精神病院に連れて行ったのかもしれないし、精神病院に連れて行ったところに何の解決もならない。で、その後、その記録があるから、警察官の人たちも気軽に精神病に連れて行き始めたんでしょ？アニマ警察署の人たち。だけども、形よく見たら、昔からの僕のこととか知ってる人たちとか、その警察官とかがね、いろんなこと発覚されて、精神病院の医者になったりしてる件、結局、神戸市北区の主査を訴えた話、秀和株式会社とね、その時精神病院に連れて行かれた話、その主査の人も精神病院の医者になってましたよ、宝塚三田病院の。これは、この間、昨日、皇宮警察行った時に、皇居行った時に出てきた4名の警察官の人で、これ何って、宝塚さんの病院ここにも行ってんのとか言ってた話。そこの精神病の医者になってました。で、そこの件とかは302番とか見てもらったらわかります。